和白日形周辺の空中写真。1987年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。和白干潟は、博多湾の北東端に位置する、面積約80ヘクタールの干潟である。福岡市東区に属する。当期には大都市の近くでありながら、 多くの海鳥が飛来する、バードウォッチングのポイントとしても知られる。干潟は、砂室で、海岸線はほぼ西向きに開けており、南北が1キロメートル程度の三日月型をし、干潮時には、沖数百メートルまで砂地が広がる。干潟内北端近くには、RKB 毎日放送のラジオ塔があり、北の端は、塩田として、江戸時代に作られた塩浜の干拓地となっている。 南側には、東原川が流れ込み、その西は、牧の花と呼ばれる丘陵がある。奥まった入江になった博多湾東部では、明治期頃までは、輪白干潟を含め、河岸、タ川川口付近などにこうした多くの干潟が、発達していた。福岡都市圏の拡大とともに、これらの干潟はほぼ埋め立てられ、現在は、輪白干潟がこの地域に唯一残った干潟となっている。 ワジロヒガタは、ウミニナや、ゴカイ類等の定生動物が分布し、それらを餌とする鳥類が多く生息、飛来する。環境省の調査では95種が報告されており、ワジロヒガタを守る会によると1980年以降では235種が確認されている。その中には、シロチドリやト年、ネン、ハマシギなどのシギチドリ類や、ツクシガモ、 クロツラヘラサギやズグロカモメ等の絶滅危惧種も含まれており、ワジロヒガタはそれらの渡り鳥の重要な一等地や中継地となっている。そのため、2003年11月1日に、ヒガタと全面海域、面積254ヘクタールが国指定ワジロヒガタ長寿保護区に指定された。ワジロヒガタにそびえる RKB のラジオ島ワジロヒガタ。 大量発生した青沢和白潟ではかつて1978年に全面を埋め立てる計画が立てられたが市民団体からの反対などによって撤回されたこの計画に変わる形で和白干潟の沖に福岡市中心街の広さにも匹敵する約401ヘクタールの面積を持つ人工島の建設が決定されており同様に市民団体から 日潟の環境への悪影響を懸念する声が寄せられる中、1994年に着工が開始された。人工島の着工間もない1995年頃から、和白日潟では夏になると、海藻の大量発生が見られるようになり、その原因として、人工島の埋め立てに伴う海水交換の阻害が指摘されている。青さは適量であれば野鳥などの餌となるものの、 大量発生すると日潟の泥の中に住む二枚以外や、五貝などの生物を酸欠によって死滅させ、腐敗による悪臭の発生を招くことになる。市民団体などは、アオサの大量発生によって、和白干日のヘドロ化が進行し、観測された渡り鳥の波数が、着工前から大きく減少していると主張しているが、人工島の建設を主導した福岡市は、 変化が見られた項目もあったものの変動範囲内であり問題はないとする環境調査結果を出しており状況の認識については論争がある。なお人工島の着工と時を同じくする1994年には市民団体が福岡市を相手に人工島建設の中止を求める裁判を起こしているが福岡地方裁判所による1998年の 判決では、裁判所は、福岡市が、事前に行った環境アセスメントの問題点を、指摘しつつも、建設の中止については、帰却するという判断を、下している。和白干潟を守る会では、水鳥と湿地の保全に関する国際条約である、ラムサール条約に、和白干潟が登録されることを目指しており、 ラムサール条約とワジロヒタについての普及啓発パンフレット、ラムサール条約とワジロヒタを作成している。福岡市では、アオサの大量発生に伴う悪臭や生態系への影響を防止し、自然環境を保全するという観点から、ボランティアを募って、アオサの回収を行ったり、海中のアオサをベルトコンベアで巻き上げる、回収船を用いたり、回収したアオサを 人工島の埋め立てに用いるなど、青さの処理に年間に約3000万円の予算を投入している。こうした対策は一定の効果を上げているものの、抜本的な解決にはならず、地域住民の関心も決して高くない。ありがとうございます。